引き続き後編も解説していきます。はい、よろしく。まずはゲームコーナーへ。ポスター前でシコシコしてるロケット団と勝負。関係ないけどなんかこの街臭いですね。マサラは空気が澄んでたんですけどね。都会は空気が濁ってますね。いろんな匂いが混ざってますね。何の匂いだろ。ポスター裏のスイッチを押して聞かせ。ポイントアップ回収。なんかここはすごく汗臭いですね。あとはネットのスメルと、獣のスメルがします。あと5つあるんだけど、なんだろう。すごく形容しがたい匂いがする。この辺に、鍵を隠し持ってるロケット団、いるらしいっすよ。そういえば陰夢要素が少ないとコメントにありましたので、今回ゲストを呼びながら解説していこうと思います。ゲストの方、おなしゃす。雨回収。パネル乗り間違えないように進みます。最強技マシン、角ドリル、回収。形容しがたいんですけど、すごいマンコの匂いがしますね。処女の、30歳の、花を刺すような膣の香りがします。地下4階へ。武蔵小次郎線に、ドガースが暴れるで落ちないので一度10万打ってから暴れます。あれ？このおじさんよく見たら？めっちゃアメフト強そうなおじさんで、絶対めっちゃアメフト強そうな肩幅のおじさん。いやーなんかジムとかやってるんですかね。ベンチプレス200キロは軽くいきそう。初代ではここでガルーラを出してきます。ペルシアンが鳴き声するとロス。シルフスコースを回収。穴を掘ってたマムシへ。チャリに乗ってデパートへ。ここから怒涛の買い物ラッシュ。左の扉から入り、エレベーターで5階へ。基本的に予備のため1、2個くらい余分に買うのですが、今回口場で買いすぎたので慎重に買っています。アイテムを買うとコマンドが一番上に戻ってしまうため、一度一番下までスクロールしてからスピーダーを買います。美味しい水、サイコソーダを幼女にあげることで強力な技マシンをもらえます。あ、幼女はは。おじさんのサイコソーダ飲んでいしは？え、まだ飲み足りないの。おじさんの美味しい水もあげる幼女ロロロロロ。あ？帰りは階段で降ります。省エネは基本。ちなみに初代の買い物は上を嫉妬では増えないので、連打する必要があります。耳から出たらチャリに乗って、空を飛ぶを回収しに行きます。ここはチャリに乗らない方が早いです。メンヘラお姉さんから空を飛ぶ自然ゲット。溜まってた分の道具整理をここで一気に消化します。間違って10万やつのドリルを消さないよう注意。消費アイテムを使い切るとコマンドが一番上に戻ります。これは地味に大事な仕様で、いかにうまく利用するかがポイントです。秘伝は消費アイテムではないので使ってもコマンドは維持されたままです。これもうまく利用していきます。この辺はアイテムの順番が変わることはないので、大体の位置を覚えておくと楽。シオンへ空を飛ぶ。徒歩でポケモンタワーへ。ガバ。ライバル戦。こっからもうよくアタックンでドリル無双です。あ、そういえばライバルのコラッタがそろそろラッタに進化してるんじゃないでしょうか。オニスズメもオニドリルに進化してますからね。いやーラッタのタイプ1の必殺前歯が急所に当たると乱数で落ちますねこれ。まあしっかり角ドリルを当てて突破すれば大丈夫ですから。ね、先輩。あれあれ、ラッタは。あ、ここはポケモンタワー。ラッタはいない？あ、スプレーをかけます。ラッタさんのご冥福を深くお祈りいたします。投資の出してくるゴースは10万、ベイビーでは落ちません。そのために岩雪崩を覚えさせます。雪崩の命中は85なのでたまに外れるため安心はできません。ここの PP エイダーと先の隠しエイダーを回収。ラッタさん聞こえますか？これが僕たちがあなたに送るレクイエムです。ご冥福ご冥福。ここでもし雪崩を外し、舌で舐める麻痺を引いても戻って結界で回復すれば OK。そういえばここ幽霊が出るって2チャンネルで見た。まあ谷チャンネル。ゴースはガス状ポケモンであって幽霊ではないんですよね。幽霊なんて非科学的存在のものがあるわけ。あれ、なんか寒気が、え。お化け怖い。あれ？ガラガラじゃねえか、怖くねえんだよ。武蔵小次郎線さん。よくあた積んでドリル。初代のよくあたの性能は、命中率を256分の256にする、というものです。実は初代の命中100、というのは正確には256分の255、であり、ごく稀に外れます。必中、
スピードスターというわけです。しかしなぜか、我慢、は例外で絶対に当たります。富士老人からくっさい笛をもらいます。くっさ？なんかベトベトするし、こんな笛使ったらどんなポケモンも飛び起きますね。空を飛んで玉虫からチャリに乗って山ぶっへ。ここは通常連打してれば SE カットできるのですが、謎になる時があります。今回その謎 SE を引いてしまいました。シルフビル10回閉。この回は宝物庫で、ここにはインドメタシン、不思議な雨、地震の技マシンがあります。今回インドメタシンを1個回収しなければならないのでここで回収します。5番目にスペシャルアップを、2度に地震を覚えさせ、インドメタシンしよう。さ、ニドキングがタイプ1の地震を覚えたことによって、ニドキング地震にも、地震がついたんじゃないでしょうか。アーボックは地震で倒す。カードキーを回収。HP が80を切っていたので回復。上のマスから行くことでライバルの歩数を減らす。ここのライバル戦は安定か攻めか考えるところです。安定ならばサンドパンで翌朝とスピーダーを積みます。攻めはサンドパンで翌朝の3つに突破。レアコイルでスピーダーを積むというものです。今回攻めています。レアコの技が体当たり、ソニックブーム、超音波の3つで、サンドパンに比べダメージを抑えられます。その代わり超音波を食らうと最悪落ちます。まあ超音波当たる確率が6分の1なので、私は大体攻めてます。ちなみに次の榊まで PP がギリギリなので打ち間違えないように注意。おじさんからラプラスをもらいます。え、ラブプラス。武蔵小次郎戦4。地震の2で突破？あれ、このおじさんさっき地下で会ったアメフト強そうなおじさん。アメフト強そうなおじさんまた出てきた。こっちもプラスパワーでパワーを上げて対抗だ。エフェクトガードは出れパターン。このペルシアンは累積効果でも抜けません。鳴き声をされると厄介ですが、エフェクトガード、デデレデレです。チャリに乗ってサイクリングロードへ。ここも微妙に道具整理します。PP エイダーオツのドリルに使うことを忘れずに。あ、草、何これ草、すごい獣独特の匂いがする。カビゴン草、どけこら。いやー、玉虫の獣のスネルの原因はカビゴンだったんですね。道理で臭かったんですね先輩。隠し雨を回収。B ボタンを押しっぱでその場に止まれます。一番右端にいれば炎化しません。まあカビゴンもくっさい笛で飛び起きていなくなったし、玉虫の匂いの元はこれで全部なくなりましたね。サファリヘ、4倍速一番の見せ場です。さあ4倍速 RDA プレイヤーのドライビングテクニックを勝つ目せよ。あうま、あせた、あせた。あうま、あうま、あせた。回復の薬回収。あうま、この辺でシルバーかけ直し。あせた。あうま、入れば回収。あせた、あせた。いやーひどかったですね。これは50点くらいでしょうか。波乗り秘伝とサファリボールをパクって戻ります。接着へ空を飛び徒歩でジムへ。地震連打。あれ、ここって毒ジムじゃないんですかね。エスパータイプばっかり出してくるんですけど。山吹もエスパータイプなのに、もしかして関東地方ってタイプ被ってるんですか。関東って被ってるんですか。マンジ、ずっと被ってるんですかね。ダメでしょう。衛生的にもちゃんと手術しないと。先輩も関東なんですか。このスリーパーは絶対に落ちません。とどめは振動技の10万。いい傷で回復プラスな実りをラプラスに。スカバンの強はとても強力なので HP 全開で挑みます。1匹目のコンパンはサイコキネシス、眠り後2匹目はサイコキ、サイケ光線、超音波確率的にも2匹目でスピーダーが安定。
今回眠りゴナも外し、最低引いたので非常に早いです。毒タイプを使うと見せかけてエスパー技を打ってくるとは、卑怯ですね。ドーグランをいっぱいにすることで技マシン受け取り拒否できます。延長にいればお返し返り1でももらいます。野獣先輩いかがですか？ここまで。あ、野獣先輩疲れたみたいなんでここで別のゲストをお呼びしましょう。マサラヘ空を飛び、自宅で回復。シルバースプレーをかけた後、雨を全部与えます。スーパーご褒美タイム。ここで45レベルなってれば OK。波乗りでグレンやシッヘ。この間に次のゲストの方、どうぞ。ヤノさん、よろしくお願いします。そういえばこの屋敷にご冥福したワズのラスタの幽霊が出るってミヤネ屋で見たんですけど本当なんですかね。ここに2つ目のインドメタシンがあります。シルバースプレーをかけ直し、怪力をラプラスに覚えさせます。ラッタさんがご冥福したのはシオンだし、こんな離島の屋敷に出るなんてちゃんちゃらおかしいですよねー。雨二つ回収。即二度に使う。ここで間違ってラプラスに雨あげて歌を覚えさせた奏者がいるそうですよ。鍵を回収して戻り、再びグレンヘ。やっぱり幽霊なんて出ませんでしたね。所詮ミヤネ屋。クイズは丸バツバツバツ丸バツの順。間違えても B 連打しないように。カツラ戦。薬を積むポイントに安定がなく、下手したら落ちてしまうポイント。球根でプラスパワーを積み、地震連打。累積効果でゲロを抜き、プラサでウィンディを各位置にします。球根の技は怪しい光、電光石火、尻尾を振る、火炎放射で怪しかが一番最悪です。炎ノーズが外れたのは飛行中の幸いでした。鳴き声が来なかったのも大きいです。ウィンディは文字、突進とダメージの大きい技が多い。戻って山吹 SM クラブへ。直接チャリで行った方が早いです。シャムさんはこういうところ行くんですか？ワークパネルは左上左下左下。いやーさすが人気天満室ですね。あ、どうも夏目さんをやっつけたものです。120分ムチコキコースでお願いします。ピカ版の夏目はクソ雑魚で KC はフラッシュしかしません。おかげでここで薬積み放題アジャース。翌朝とスピーダーを積んだら KC 自身。後に体をドリルで突破します。あ、気持ちよかった。最近来てなかったけどまだゴールド会員でよかったです。また来ます。戻ってたまむしジムへ。臭い臭い、あれ、なんで、カビボンド化したワズなのに臭い。なんかこっちが臭い。なんの匂いだこれ。臭、このジム臭、臭、うわすっぽい臭いここ、あっさ、あっさダイレクト。あす、すっぽいやらしいお姉さん。あれ、たまたま、お姉さんなのにたまたま、あっもとお兄さんだ。あいお天気ですね、気持ちいい、あ気持ちいいんだ、スーハースーハードキドキ玉虫や頭を蒸しちゃうんだ、臭タイプの臭。あす、エリカのモンジャラすっぽいモジャモジャおじさんとっちゃおジュリジュリー。あす、エリカのうつどんすっぽい妖怪エッされてるおじさんすっちゃおじゅるるあ。あす、あす、あーこれエリカの臭い花これすっぽいビラビラで。くっさー。時はへ空を飛び時はジムへ。ここの段差は慎重に。ここは最近新設されたアメフト選手を養成するジムらしいですよ。エリートトレーナーとか空手王とか採用して、ノートルダムにも負けない最強のラインを作るんだ。って看板に書いてましたね。スペア積んで10万。C が低すぎると乱数になるので、その時は合力自身、腕力10万にする。こんな田舎のジムなのに結構人来てますね。一体誰がジムリーダーやってるんですかね、シャムさん。不思議ですね。空手王の位置を戻すため一度ジムを出ます。いい傷で回復。まあ時はなんて田舎だし大学出て3年とかの新人がやってるんでしょうね。あれあれ、このおじさんもしかしてノートルダム大出身の最強のラインバッカーの坂木田、アメフト界のスーパースター坂木田ファンなんです。サインください。ダブトリオでスピーダーを積み自身で突破。ダブは B が低いのでレイビーよりも自身が安定。フェルシアンで翌朝を積み、あと全部ドリル。ダブが初手穴を掘るしたらそこでスピーダーを積み、急所当たらないことを祈る。後半の急所四天王坂木のダブ、カンナの呪音、渡るのギャラ、ライバルのサンドファン。この4口の前に散っていったニドキングは数知れず、私は何度も涙を飲みました。バッチじゃなくてサインください。
荷物がいっぱいでサインもらえなかった帽子に改定。シルバースプレーをかけてチャンピオンロードへ。HP80 以下ならこの後のライバル戦のため回復しておく。記録の緊張のため移動が頑張ってます。ライバル戦、スペアを積んで突破していきます。おい。あれですよね。乱れ引っかきの回数は1にすべき。ちなみに塚版の茶番はこれで全て終了しました。RGA 奏者にとって茶番は心のオアシスですね。ダンサウマを。じゃねえの？バッジを見るだけの楽なバイト。俺もゲーム実況で頭の悪い駆除しつって楽して稼ぎてー。ねえ、シャムさん。怪力をすることで力強く進みます。今更の説明ですが、チャリに乗るときは先行入力を使用しています。道具を開き A ボタンを押しっぱでたのボタンを押すと、そのボタンが A ボタン判定になるというものです。これによって最速入力が可能です。私は A 押しっぱで進行方向のキーを入れて先行入力しています。初代だと1つ下もしく発達下のアイテムの先行入力がありますが、カバンでは修正されていてできません。正確には非常に難しいのでできないです。怪力をするタイミングで、先にスプレーをかけて怪力をする。もう一つ修正されているものがあり、最近発見されたテキスト技というものです。テキスト技とは、引っかい剣がない状態で自転車屋に話しかけ、A を尻尾で B 連打するとテキストが一瞬で表示されるもの。メニューを開いたり、レベルが上がると解除されます。日本ルールはこれの使用を禁止してます。海外ではテキスト技ありでワールドレコードが出たので絶賛大議論中だそうです。マークカバンにはないんで関係ないんですけどね。ここは怪力から。ニドキング以外ボックスに預けます。おいこら、こっからだぜ。オリオンフラッシュするぞ。これで勝負しよう。ボケ戦で回復。いい傷が十分に残っているので回復の薬カット。おい、それってよ。さあ、いよいよ大詰め四天王戦、気合い入れていきましょう。呪文で翌朝をつみドリル連打。呪文はオーロラ、バブル、眠るの3択。出れませんでしたが急所当たらなかっただけ良かったです。四天王は全く被弾せず、全デレパターンを引けば最速3分40秒切れます。今回呪文で早速被弾してしまったので最速は消えました。気持ち切り替えてテンション上げていきましょう。芝戦の前に回復の薬を一番上に、PP エイダーをドリルに、いい傷で回復。いい体してんねー。まずいワークをレイリで倒し、次のエビワラーで翌朝を積む。ディフェンダーはデレ、あとはドリルで突破。イワークはレイリで倒す。ドリル PP がギリなので間違って打たないように。戦はぐだりポイントがあるところです。今回 S が高くないため、5つ目のゲンガーでスピーダーを積まねばなりません。ゲンガーは身代わり、怪しい光、下で舐める、メガドレインという初代と違い遅延技ばかり。下で舐めるで麻痺がなかったのでまだ良かったです。麻痺ると結構厄介。これは必要急所でした。ゴルバットは超音波を覚えているので油断できません。低子戦はゴルバット以外自身1発で落ちます。ちなみに麻痺った後回復の薬で治し、スピーダーを使うと、麻痺前の素早さに戻ります。謎しよう。HP140 以下なら回復して渡るせん。キャラのドロポンが外れることをひたすら祈ります。キャラでスペアを積み、ドロポンを耐えます。いいんじゃねえの。見事耐えたら10万で突破。白竜で回復の薬で回復。スピーダーを積んでレイビで突破。残り全員レイビ。キャラ突破と HP が60以上残ってれば回復をカットする攻めの手がある。ここでレベルが上がり累積効果が切れるためクテラが C 個体重以上ないと乱数になる。ただし C が0でも50なのでゴリ押しもか。さあ展開して最後のライバル戦。調理するぜ。
ティ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 累積効果で封印を抜き、地震で突破。最終戦は勝手にエフェクトオンになります。粋な計らいですが RTA 的には不要。ナッシーで翌朝を積み、ドリル。ナッシーは催眠術を覚えているので、下手すると結構遅延を食らう。あとはドリル連打、ブースターのみ地震で倒す。当然ですがドリルのエフェクトの方が地震より短いです。クーやりました。これにて RTA 終了です。あとは最適連打のみ。うおおおおおおゲストのシャムさんいかがでしたか。負荷半4倍速 RTA 皆さんはいかがだったでしょうか。本来等速だと2時間以上かかります。4倍速をやるための環境を揃えるのは正直めんどくさいですがパパパッと言って終わり、なので、ぜひ興味を持った方はやってみてください。拙い解説でしたが最後までご視聴いただきありがとうございました。ザ・エンドってね。それでは皆さん、さよなら。ハッピー申請最適君の胸の奥まで届けるようなこのメロディー。